シャンボール城、シャンボール城、チャーテアウでシャンブアドは、フランスロワールイコールエイコール、シェール県のシャンボールにある城、ロワール渓谷に点在する城のうち、最大の広さを持つ。フランス王フランスは一世のために建てられた。世界遺産、シュリーイコールシュルイコール、ロワールとシャロンヌカンのロワール渓谷に含まれる。シャンボール城は年から年まで、単独で、 世界遺産に登録されていた。シャンボール城は古典的なイタリアの構造に伝統的なフランス中世の様式を取り入れた。フレンチルネサンス様式、北方ルネサンス様式が得意な城である。ロワール渓谷最大の異様を誇るが、元はフランスは一世の狩猟小屋を始まりとした城であり、彼の主な居城はブロワ城とアンボアーズ城であった。 シャンボール城の設計はドメニコダゴルトナによるものだったが1519年から1547年にかけての建設の間にかなりの変更が加えられた。レオナルド・ダヴィンチはフランソワ王の客人でありアンボワーズ城近くの黒デュッセに住居を与えられた。ダヴィンチはシャンボール城の設計に関与していたと考えられている。城の完成が近づくとフランソワ王は 自分の富と権力の巨大な象徴として宿敵カール五世をシャンボールに招待して見せびらかした。シャンボール城は中央の本丸と四つの巨大な塔からなる。本丸は大きな塔二基と共に大きな全壁を形作る。さらに大きな塔二基の土台が後部にあるが、これらはそれ以上建設を進められることもなく壁と同じ高さのままである。城には 部屋が440、暖炉が365、階段が74ある。ボールと建築の直線の廊下が4本、交差して十字を形作っている。建築上の見どころの一つに、二重螺旋の階段が上げられる。二つの階段を使えば、相手に出会うことなく三階まで登り下りができるのである。広々とした素晴らしい階段は、シャンボール条件学のハイライトとなっており、 城の最上部から照らし出されている。階段を設計したのはレオナルド・ダ・ヴィンチだという説もあるが、これは確かではない。この種の構造を有する近代以前の建造物は、世界的にも珍しい、サザエド・アイズ・サザエ道。城の特徴としてはまた、128メートルものファサード、彫刻された800以上もの柱、成功に飾られた屋根が挙げられる。 シャンボール城の建設を命じたとき、フランスワは一世はコンスタンティノープルの平ら線に現れる屋波をイメージしたのである。城の周りには52.5平方キロメートル1万3千エーカーの森林公園が広がり、31キロメートル20マイルの壁で囲まれた近領区にはアカシカが生息している。シャンボール城には敵からの防御を意図した。 構造物は何もない。壁や塔、堀の一部は華麗に装飾され、当時としても時代錯誤なほどであった。建築の基本には、開き窓、街廊下、屋上の広大なオープンスペースなど、イタリアルネサンス様式を取り入れているが、これは、寒冷な中央フランスには、不適当であった。フランソア一世は、当時時代、シャンボールに滞在することは、ほとんどなかった。 実際、王が滞在したのは合わせても7週間、資料のための短い訪問だった。城は短期訪問を目的に建設されたので、居住制には優れておらず、長期滞在には向かなかった。大きな部屋、開いた窓や高い天井のため、暖房が行き届かなかったのである。また、城の周りには村や集落がなかったので、狩りの獲物の他にはすぐに食べ物も手に入らなかった。 このため食べ物はすべて大量に、通常2000人分を一度に運び込まねばならなかった。結果として、城はこの期間、調度品は完全には揃えられていなかった。すべての家具、壁掛け、食器などは狩猟旅行のたびに特別に持ち込まれた。この時代の多くの家具は、このため分解して、容易に持ち運びできるように作られていた。 フランスは一世の守護は80年以上、フランスの各王は城を放り出したままで、荒れ果テルに任せていた。ようやく1639年、ルイ十三世が弟ルレアンコガストンに城を与えると、ガストン公は城の修繕に乗り出し、シャンボール城を後輩から救い出した。ルイ十四世は巨大な本丸を回収し、城に調度品を備え付けた。 王は三百頭の馬の旧車を作らせ、狩猟に出かけたり、モリエールなどの名詞を毎年数週間滞在させたりできるようにした。にもかかわらず、ルイ十四世は1685年には城を放棄した。1725年から1733年まで、スタニスはフレシチニスキ、元ポーランド王で、ルイ十五世の義理の父がシャンボールに滞在した。 1745年には、王は、モーリス・ド・サックスが戦いで示した勇気を称し、城を彼に与えた。モーリスは、フランス陸軍の元帥で、連帯を城に滞在させた。モーリスは1750年に死亡し、巨大な城は、再び長く放置されることとなった。1792年、フランス革命政府は、調度品の売却を命じた。 空っぽのまま放置されていた城をナポレオン・ボナパルトはフランス陸軍の指導者ベルティエに与えた。城はその後ベルティエ美傍人から買い取られて幼いボルドー公爵アンリガルトはシャンボール博1820年から1883年のものとなった。彼の祖父シャルル十世在位1824年から1830年は王政復興を試みたが短期間で失敗し、 1830年に大尉、亡命した。不仏戦争、1870年から1871年の間には、城は野戦病院として使われた。城を利用しようとしたシャンボール博が1883年に死ぬと、シャンボール城はそのアネルイーズ、ダルトワの血を引くイタリアのパルマ公爵家、ブルボンイコールパルマ家のものとなった。最初が、 ルイーズの息子パルマコロベルト、1907年死去、ついでその息子エリアスである。修繕の試みは1914年の第一次世界大戦で水砲に返した。城は1930年、フランス政府の資産となった。しかし城の修繕が始まったのは、第二次世界大戦が1945年に終了して数年の地のことであった。シャンボール城は現在、 フランスの庭と呼ばれるほど、ロワール渓谷でも特に有名な城として、屈指の観光地となっている。1981年、ユネスコの世界遺産に、シャンボールの城と、領地、ジャティアンドエステート・オブ・シャンブアドとして登録されていたが、2000年に、指定範囲が拡大され、シュリーイコール・シュリーコール・ロワールからシャロンヌまでの約200キロが、ロワール渓谷、バルデイ・ローをエントレイ・サリー・スール。 ローオーエチャランズに組み込まれた。2012年9月、トリップアドバイザーの企画、バケットリストの世界の名城25選に選ばれた。2017年、フランス革命以来放置されていた庭園の修復工事が完了した。工事自体は7ヶ月で完了したが、荒らされる前の姿を適切に再現するための事前調査及び設計に14年かかった。対象となったエリアは、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。